はい、皆さんこんにちは、ワネリング隆二です。では今回はパワー&レボリューション2019続きをやっていきたいと思います。で、前回はですね、まあ暴虐無人を繰り返す韓国に対してですね、まあ目には目をということで、でまず最初に在韓日本大使館を閉鎖、さらに日本にいる韓国の大使も国外追放ということで、まあ強弁姿勢を示したんですが、結果ですね、画面の右上、渡部晋三さん、支持率 100%。すごい数字ですよね、これ。なので、まあ今回もね、引き続き国民の、まあ皆さんのね、まあ意思に従ったプレイをやっていきたいなというふうに思っています。ちなみにですね、スプリームルーラー上、まあ、このパワー&レボリューション上ではちょっと薄くになっちゃってますけども、日本海の表記は日本海になってますね。はい、では時間を進めていきます。まあ、今回具体的に韓国に対して何をやるかっていうのはまだ考え中なんですけど、とりあえず韓国、プーチンさんとのって言った方がいいのかな、会談ですね。どうしようかな。プーチン。まずは販売契約だな。まあ、結局、いつもの、車の販売。これを、ドカドカっとやっちゃいましょう。車を売ってしまえば、日本の国益になりますからね。自動車製造。単価をどう設定するか。まあ、これがいいとこだよな。今、3.05 になってますけど。単位は、ビリオン、100万ですね。ミリオンですね。で、相手からの故障、2.39 はないわ。低すぎる、いくらなんでも。せめて利益が出る数字じゃないとさ。2.49。かたくなだな。2.57。これ以上は下げないと。が、キャンセルしてきたよ。さすがプーチンだなぁ。まあ、しょうがないよね。じゃあ他に売れるものはあるって見ると、まあ、ロシアに対して、売れるもの。まあ、タイヤとかも日本強いはずですけどね。ほい。いや、プーチンさ、もうやることえぐいわ。全然魅力ないもんだって。よいしょ。いや、プーチンとこの販売契約取り付けるの、まあ、言ってみれば至難の技ですね、これ。あと日本にとって有利なものといえば、そうだな、まあ、化学工業とかもね、強そうな感じはしますけど。ただ、化学工業を販売できる、まあ、輸出できるほどの、まあ、国内の供給がないという状態ですね。あとは何だろうね。やっぱ薬とかはね、アメリカとかヨーロッパとかの方が圧倒的に強いと思うんで。そうなるとどうだろう。電動自動車。これは売れるんじゃないか？売れないね。しょうがない。そしたら、まあ、せっかく来てくれたプーチンに対して、まあ、何も手土産がないというのも、まあ、今後の微妙な日露関係に影響を及ぼしかねないというのもあるので、まあ、バイオテクノロジーを売っちゃいましょうか。で、お帰り願いましょう、プーチンには。で、我々はというと、一つ一つ国力のね、力を蓄えていきましょう。法律の制定から、できるものがないか見ていきます。上から税務調査レベルの変更に始まり、退役軍人に対する免税措置とありますけども、どうだろうね。特にこれといってどうしても欲しいっていうものはないんだよな。で、続いて、制定のところなんですが、ポルノ産業税は絶対に導入したくないので、やめましょうと。航空券税とかもちょっと厳しいしな。もうこのあたりって、諸刃の剣というか、いきなり、支持率が、激下がりすることがあるというか、まあ実際激下がりしたこともあるので、まあ注意は必要かなと思っています。研究はちょっと上げましょう。行政も、まあ現状維持かな。
切り詰められるところは切り詰めて、まあ出すところは出すっていう、まあ当然にはなるんですけども、今だとどうなんだろうね。株価も若干下がってる上に、この支持率っていうのが少し怖さでもあるんで、今だと国内の販売率、化学工業がトップなんだ。で、電子機器が、まあ一番下。まあ確かにね、実際のゲームではないリアルな現実世界を見ても、もう電子機器に関して言うと、まあ中国、台湾、さらに韓国、このあたりが強いですよね。国産の、まあ、電子機器と呼ばれるようなものっていうのは、まあ、東芝とかね、たまに見ますけど、まあ、数は知れてますよね。多いのはやっぱりサムスンとかが多いですね。さあ、では、続いて、どの項目をチェックしていく？農業を確認しよう。予算の配分は、食料の安全性の監視。これは当然やるとして、有機農法からの切り替えのための補助を少し入れましょうか。で、販売契約はどっかに売り込んでいければ売り込んでいきたいなっていうところですね。で、やってきたよ。審議が終わったという話だな。ちょっと時間止めてよく読みましょう。これ何をしてたかっていうと、国連に対して、韓国が、うん、まあ、よからぬことをしているんじゃないかという、まあ、なんて言うんだろう。密告じゃないですよね。まあ、正式な申し入れをした結果が返ってきてますね。大韓民国に対する告発内容ですが、調査しましたところ、事実無根と判断しました。よって却下。これは、見透かされましたね、完全に国連に。我々の狙いが。やるな。で、新聞を確認すると、国連裁判所。日本が大韓民国国際法不履行を非難。安全保障理事会の対応を求める。いやー、だって国際法違反してるっていうのが我々の共通の認識じゃないですか。まあね、韓国は韓国で言い分があるんでしょうけど。ただし、これに関して国連の判断は、ノー。でしたね。メキシコで地震が発生してるってことなので、義援金送っておきましょう。一律2000万。まあ、どんな国であれ2000万を送ってきてるので、メキシコに対しても2000万を申請しましょう。じゃあ続いて工業を見ていきます。時間は進めながらですね。貿易収支もちょっと微妙だよな。販売契約。大韓民国はないだろう。台湾に対してインフラを売るっていうのもありだけどね。さあ続いて、サービス業は特に何もないよな。バイオテクノロジー関連で一気にニュースが流れてる。確認します。バイオテクノロジーのロシアへの販売契約がキャンソー。まああまり旨味がない販売契約だったので、まあこのキャンソー自体は特に問題ないんですが、キャンソーの理由を知りたいですよね。キャンソーの理由。何？中国もキャンソー。これってさ、国連に訴えたことが影響してないかな。バイオテクノロジーがキャンソーしますね、アメリカも。ポルトガルもキャンソーか。なんだろう。なんか理由があるんじゃないかな。インドネシアでも地震が起きてますね。インドネシアは地震多い国ですよね。まあそれに伴って津波の被害とかもね、たびたび報じられることはあると思いますけど。さて、法律制定だ。非在来型油とガスを規制。まだちょっとこういうさ、センシティブな内容をやるとちょっと怖いんだよね。今この圧倒的な支持率があるので、ゲームプレイ続行可能なんですけど、まあ以前の動画でもお話したことあると思うんですけど、支持率がね、10% に落ち込んで、ゲーム続行不可能になったという、まあ、とてもとても苦い思い出があるので、何かを変えるときは、少し、慎重にならざるを得ないかなってところですね。まあ、ただ、森林再生に関してはいいでしょう。ちょっと入れておきます。集めに。
で、法律制定のところも特にこれといったものはないので、まあ都市部に起きる交通量の規制とかって、これシンガポールとかだと結構やってますよね、もう。まあただ日本でこれをやるとね、まあ自動車産業が強い国でもあるので、まあ反発は大きいかなと思うのでやめておきます。クリーンエネルギー使用による減税を決定。これはやろう。自動車、住宅。いや、どっちも微妙なんだ、これ。マジか。まあ確かに歳入、まあ見入りが減るっていうのはあるけど、それにしたってこの意見よ。この顔よ、この顔。いつもニコニコしてるのに。この顔か。で、続いて警察ですね。まず国家元首の安全は少し下げてもいいよ。その分違うところにお金を渡そう。まあ、これ、自分だったらどうなのかって話なんですけど、まあ、ゲームの話なんで、まあ、一旦このままにし、少しね、予算の配分上国家元首の安全を、まあ、減らしましょうというところですかね。その他なんだろう、やっておきたいのある？売春に関する制度設定。売春を規制する目的は労働の権利を守りつつ、売春活動を把握、管理することです。うん。一方で、搾取と捉えられるため、組織的な活動は売春斡旋人だけでなく、顧客さえも取り締まる対象となります。おー。なるほど。売春の違法か。組織的な活動を除く売春の合法か。法律に沿った売春の合法か。いや、これやりたいけどさ、絶対みんな、おおおお、ちょっと待ってくれ。マジか。え？これマジっすか？絶対さ、うんっていう怒った顔になるのかなと思ったらめちゃくちゃニコニコしてるよ。ちょっと待ってね。組織的な活動を除く売春の合法化と、法律に沿った売春の合法化の違いが、ごめんなさい、僕の勉強不足でよくわかってない。どうしようかな。組織的な、なんかこれが一番考えてるな。組織的な活動を除く売春の合法。いや、これ本来このコンセプトって、韓国をね、このゲーム上でいたぶってやろうっていう、そういう目的でプレイをしているにもかかわらず、なんか全然違うところで、寄り道をしちゃってるんですけども、世論調査をしてからにする？いやー、どうしよう。いや、ここは強権を発動しよう。組織的な活動を除く売春は合法化だ。ちょっとどうなるか。これがね、引き金になって、また、ものすごい勢いで、支持率が下がってゲーム続行不能になる可能性もあるんで、ちょっとその場合は、すいません、ということで。違うゲームをまた始めていくことになってしまうんですけど、まあそうならないようになんとかケアをしていきましょう。まず国外はスパイネットワークを作りましょう。もちろん標的は韓国。ネットワークの目的。あとは目的を特に設定しないでいいよね。すべてにおいてスパイモードを活用すると。いうことです。エージェントナンバーワンを投入する。マジか。歴史上にはマタハリのような有名なスパイが多数存在。なるほど。これを韓国に投入したいけど、韓国は対象になってないね。まだね。さて、じゃあ続いて、国内は何もしなくていいかな。エージェントの訓練は、ちょっとね、今後スパイをしっかりやるので、産業スパイも韓国に送り込もう。軍事情報部もちょっと上げておきます。いやー、このあたり金がかかるな。何かしら増税しないと持たない可能性がありますね。お金的には。さて、囚人とかどうでもいいんで、建設もいいし、法律制定もこのままでいいでしょう。恩赦とかもするとね、どうなんだいっていう感じもしますし。入国管理も特に、まあできれば韓国はね、もう、狙い撃ちで入国禁止にしたいですけど、狙い撃ちでの入国禁止が多分できないので、まあ、このままにしましょう。で、軍隊ですね。
このあたりでやっておきたい内容何かあれば、ちょっと確認しておきます。軍関連ですね。で、軍事作戦。まあ、ここも特に今すぐやりたいというのはないので、一応世界の紛争を確認しておきます。まあ、アフガンあたりは多いよね。ソマリア、シリア、イエメン。ウクライナもありましたよね。まあ、あとはロシアというところかな。はい。では、まあ、最後、ここですね。環境、まあ、住宅含めた、まあ、国民生活に直結する部分だと思うんですけど、まあ、ここの確認をしていきます。時間が止まっちゃってますね。進めていきます。停電の引き上げ引き下げはもう一体目見たので、ここには手を入れたくないね。安楽死の規制もね、まあ、合法化するかどうかというところだと思うんですが、まあ、一旦このままします。労働。若者の雇用支援、シニア雇用支援、まあ、これやりたいんだけどな、やるとまた、本当にトラウマになっている、支持率の急降下があり得るんで、ちょっと怖いよね。ちょっと待ってね。女性の権利で上に上がってるっていうのは何？売春を合法化したことによって女性の権利がアップしたってこと？まあ確かにね、女性ならではの、ではありますけどね。まあ、お前が何言ってるんだっていう話ではあるんですけど、まあ意外とね、話聞いたりすると、まあ、キュンとなるような感じはするんですよ。まあそれも作り話かもしれないですよね。こちらの同情というかね、気を引くというか。続いて家族手当、出生制限、否認、同性愛の権利に関する法律、まあ、同性愛とか全く興味がないので、ちょっとここもスルーだな。ちょっとね、同性愛の方がこのチャンネル、見ていただいてたら申し訳ないんですけど、あとは男女雇用機会均等、性的暴行、男女平等に関する教育政策、買収に関する制度制定はやってるからね。マレーシアは予算を隠しておらず、よって、計画が放棄された。まあ、宇宙計画ね。まあ、宇宙には金がかかりますからね。それはしょうがないよね。どうする？このまま時間を進めていって、人口だな、人口。人口もちょっとケアしておかなきゃいけないけど、まあ日本はもう下がる一方。おー、まあそんな国ですからね。で、住宅関連見ておきます。低収入世帯に対する家族手当。まあこういうのもね、本来社会保障という意味ではあって叱るべきなんでしょうけど。まあ、いかんせん変なところにお金使っちゃってるんで、その余裕がない。これは国連で安全保障、まあ、理事会の常任入りを要求した。これに対して、決議は拒否された。ほう。誰だよ。反対したり、棄権したりしたのを。確認していきましょう。まずは、フランス、イギリス、アメリカ。まあ、いわゆる常任理事国は OK。永久ってついてるのが常任理事国ですね。常任理事国のうち3つ、フランス、イギリス、アメリカは、まあ、いいよと、賛成してくれました。で、コートジボワール、ポーランド、ベルギー、ドイツも OK を出したと。一方、ロシア、インドネシア、クウェート、ペルー、ドミニカが棄権。まあ、ロシアはわかるよ。ただ、インドネシアとかさ、クウェート、ペルーってさ、まあ、クウェートはどうかな。ペルーとかって、まあ、割と親日国のイメージがあったんですが、棄権したか。さらに、中国、赤道ギニア、南アフリカの3カ国が反対。おー、やってくれるな。常任理事国入りは拒否された。まあ、またこれはね、折を見て、常任理事国入りを目指しましょう。韓国に対する策動が良くなかったのかな。ちょっとそこだけ時期が良くなかったかもしれませんね。はい。じゃあ続いて教育関係見ていきます。このあたりもいいのかな。まあ、できればね、まあ、教員のね、まあ、給料上げ下げっていうのを検討したいですけど、ちなみに僕の、お姉ちゃん、ね、小学校だよな。中学校じゃないよな。
の先生やってますね。いや、国債ももう垂れ流しだからしょうがないね。ICT の話ですね。まあ、ちゃんと中身完全に読みたいよっていう方は、一旦時間を止めて、まあ、一時停止ボタンをね、見ていただければと思います。で、新聞が出てるで。うわ、そうなんだよ。バイオテクノロジー関連全部キャンセルされたからね。キャンセルの理由をちょっとね、明確にしておきたかったんですけど、これ、韓国がね、なんか、ちゃちゃ入れてきてんじゃないのとかって、どうしても思っちゃうんですけど、何かしら理由があると思うんですけどね。同性婚。さっきちょっと同性婚の、ね、同性愛のところ考えてたからなのか出てきちゃったけど、まあ、放置だな。宇宙調査、宇宙にちょっと金使う余裕ないんで、一旦放置。文化、メディア、スポーツももうここに金使う余裕ないからね。そうなると、やっぱり、再びね、国連に対して、我々を常任理事国入りに、まあ、してもらいたいというところかな。そしたらね、韓国をね、常任理事国の立場として、嫌がおうでもいろいろできるんですけど。ちょっと待ってね、これ見るとさ、常任理事国入りがなくなってるね。時間の経過とともにまた復活するのを待つしかないのかな。まあ、であれば、しょうがないので、また、後で時間を見に行きましょう。さあ、こんなところですかね。一通り確認をしてきました。まあ、やったことといえば、売春を合法化しただけっていう、本当にクソみたいな対応しかしていないんですけども。まあ、韓国に対して次の一手を打っていこうかな。まあ、貿易関係ですよね。韓国の、財政基盤をぶっ潰すにあたっては。今、韓国と日本は比較出してますね。まあ、韓国のムンムンさんね、これ、支持率 52% ですけど、我々 100% ですからね、100%。お、買収に関する制度制定が可決されたぞ。特に影響はなし。支持率に関してはね。韓国に対してどういう締め付けを行っていくか。ここだよね。まあ、悩ましいよな。大韓民国に対してどうするかだよね。まあ、打てる手があまりないというのが、まあ、事実上なんで。まあ、韓国のやっぱり内情をね、知るというのがとても重要になるので、まあ、韓国、まあ、その力をね、見極めていきましょうか。さあ、そしたら、しばらくの間、トップ外交をね、繰り返し行っていきましょうか。大国相手にトップ外交を行っていきます。まあ、会談の要請を含めたね、対応というものをやっていければいいかなと思ってます。じゃあ、まずインドあたりから、会談要請をしていきます。
で、中国ともね、金平さんともやっていきましょう。どんどんこう。トップ外交を繰り返して、あ、タイともやろう、タイ。タイまた行きたいわ。本当にタイ行きたい。あとは、しばらくぶりという感じにはなりますが、イギリスとかフランスとかイタリアとかドイツとか、まあ、いわゆる EU 諸国ともやっていきます。なんかね、ニュースで、ドイツが財政出動検討とかっていうの出てましたけど、トップ外交をやっていく。どうなんだろうな、ヨーロッパでフランスしか行ったことなくて、あんまりフランスの街もね、ゆっくり見る時間なかったので、よくわかんないんですけど、ヨーロッパで日本車売れる可能性あるのかなっていうのがちょっと疑問ですよね。アジアではね、日本車、すごくよく見るんですけど、本当にその、外国の中でもね、いわゆる、ヨーロッパ、で日本車が売れるのか走ってるのかっていうとね、ちょっと本当に見たことがない。でアメリカ行くとね、まあ正直あんまり言うほどは走ってないですね。お、ちょっと待ってくれ。これは韓国に対するスパイが送り込めるようになったわけだな。願いぞ。As set up by the usual protocol, with a view to launching his mission.This country will soon be the destination for our secret agents. エージェントを送り込もう。早速送り込もうじゃないか。諜報機関ですね。国外のところでエージェントナンバーワンを投入。韓国。さあ、活躍を期待しよう。韓国に対して。はい。というところでね、いい時間になってきましたので、今回はここまでにさせていただきましょう。今回やったことって言ったら、国連にね、韓国の国際法違反を訴えたら、事実無根ということで、突き返されたわけなんですけども、まあ、一方でね、このままではいられないということで、韓国に対してはですね、スパイ網のネットワーク構築と、そして何といってもエージェントナンバーワンを投入しました。で、あとはですね、売春法、これを、まあ、合法化したというところと、今はですね、ちょっと見ていただいたところになりますけども、各国、大国の首脳会談を行う予定ということになっていますので、まあ、財政力をつけた上でですね、スパイに活躍してもらって、韓国のね、まあ、何かしら弱点を見つけたら、そこを一気についていきたいなというふうに思っています。では、今回はここまでさせていただいてですね、次回、もしかしたらもうちょっと過激に韓国をね、攻めようかなというふうに思いますが、一旦ここまでにさせていただきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。